皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方ははじめまして。ご先祖様と一緒江戸タン実況プレイパート32。前回もう聞ける相手がいないっていう風な感じになってしまったので、今回は噂話とかをね目当てにしたいと思うんですけど、おときちゃんが汗かいちゃったって言ってるんで、お風呂場行きましょう。お風呂場じゃねえな、お風呂屋か。調べればいいのかな。昨日今市さんと一緒に入ったお風呂屋さんの看板だ。あれ、このお風呂屋さんさっきまで工事してなかったっけ。そういえば通りがかった時はまだ工事中になってましたね。工事終わったんでしょうか。何の工事だったんだろうね。もう営業中みたいだし、ちょっと覗いてみようかな。あ、いや覗くって言ってもそういう意味じゃないよ。日本語って難しいな。ちょっと考えればわかることだけどね。さあ、ユアバンダー行きましょう。いつ来ても刀がかけてあるな、一個。あ、声忘れちゃった。いらっしゃい。おお、旦那じゃないですか。どうも。どうです、一風呂浴びていっちゃいかがです。未来さん、お風呂に入るんですか。いや、なんとなく覗いてみただけなんだけど。まあ、汗もかいてるし、気分転換にはちょうどいいかもね。せっかくだし、入っていこうか。え、でもゆやって、その…ここは混浴じゃないよ、大丈夫だよ。どうかしたの。一緒に入るんですか。超嫌そう。そういえば、江戸時代の風呂屋は混浴なんだっけ。でも大丈夫だよ。ここの風呂は男女別だからさ。そうなんですか。それなら。旦那、実はこの前の旦那の一言を参考にさせてもらいましたよ。この前の一言？何を参考にしたのか詳しく聞いてみましょう。旦那の一言。この前の一言って。旦那がおっしゃったじゃん。おっしゃったんじゃありませんか。童心な羽織姿で湯屋じゃない男湯に入ると目立ってしょうがないと。そういえば今市さんがそんなことを言っていたような。それでね、私思いついたんですよ。それじゃあ童心の旦那たちだけ女風呂に入ってもらえばいいと。どういうこと。一緒にですか。と言っても昼前までに限ってのことなんですがね。なんせその時間は女性客が来ないんですよ。それなら女湯を旦那方に開放してみようかと思いまして。そうすればゆっくり男湯の噂話に耳を傾けられるでしょう。それはそうですけど。なんかややこしいな。ほら、女湯の方にも刀掛けを作ってみたんですよ。ほんとだ、そしてやっぱり刀が一本かかってるよ。すでに誰か入ってるんじゃ。もちろん同心の旦那方専用になりますけどね。対等してる女性はいないでしょうからね。さあ、ほらどうぞ、遠慮なく入っていってください。いやいや、でも女湯に入るだなんて、そんな。どうしよう。入るに決まってんじゃん。じゃあせっかくなんで入っていこうかな。
未来さん？さすが旦那、それでこそ店を改造した甲斐があるってもんです。お嬢さんもご一緒にどうぞ。いい湯が沸いてますよ。でも未来さんが女湯に入るということは、私遠慮します。おときちゃん、全力で拒否られた。行っちゃったよ。それじゃあせめて旦那だけでも入っていってくださいよ。仕方ないな。旦那、風呂上がりにまた感想を聞かせてくださいね。この仕組みをもっと改善していきたいと思ってますんで。そしてゆくゆくは八丁堀の旦那衆御用達の湯屋になるんですから。また厄介なことに巻き込まれてしまったのかもしれない。ということで、なんとミラ君が女湯に入るという展開になりました。なんだか落ち着かないな。見た目そっくりっていうか男湯と変わんないんですけどね。まさか江戸時代に来て女湯に入ることになるなんて。誰もいなくてよかったような、残念なような。早いところお湯に浸かってさっさと退散しよう。ということで、お風呂から出るときはしっかりお湯に浸かって温まっておくこと、天道家に代々伝わる教えだ。きちんとお湯に浸かって温まってから外に出ることにしよう。あ、そっか、移動じゃなくて調べるってやらなきゃいけないんですよね。ザクロなんとかを、ザクロ石、ザクロも忘れた。ザクロ愚痴だった。この低い門みたいなの、ザクロ口だっけ？確かそれでやってたと思うんだけど、もしかしたら読み方が違うかもしれない。確かそうだった気がするんだけどな。この向こうが湯船だったよな。まだお湯に浸かるのは早いかな。せっかくだし男湯の噂話が聞こえるか試してみよう。洗い場で行くの？前は確か真っ暗な湯船の方で聞いたんですけど。男湯こっちか。この壁の向こう側は男湯だ。改めて壁のこちら側にいることを意識させられる。なんだか緊張してきた。壁の向こうからは入浴中の男たちの噂話が聞こえてくる。ここでなら堂々と噂話を聞くことができそうだ。男湯の噂話。男湯のお客さんたち、一体何を話しているんだろう。いい声。いい声。それ随分とおっかねえ話じゃねえか。いい声出ねえよ。おかないといえば、ダイヤの話もう聞いたかい。だってとはあの海鮮丼やの。あ、中で女中が喉をついて自殺したって話だぜ。うわ、そいつもおっかねえな。まあでも大黒屋だからな、そういうこともあるんじゃねえか。なあ、あの店何かあるのか。あの店な、いろいろ黒い噂話を耳にするんだよ。これ新大見読めないよ。なんか旗本高が後ろについてるらしくてな。あれ、さっき間違えて威勢のいい声と渋い声逆で読んだ。まあいや、そういうこともありますよね。そりゃ知らなかったな。全然分かってるんじゃないのか。まっとうな金じゃないさ。そこ店主は信じられないぐらいのドケチときたもんだ。金持ってるくせに倹約するのを自慢にしてやがるんだ。持った財布をいつまでも使ってたりな。
あとラジもバラバラになるまで吐き倒すって噂だぜ。なんだいその鼻持ちならない見本市みてえな野郎は。でもな、この前ひょっこ小僧が大黒屋に盗みに入ったそうだぜ。ひょっこ小僧が、そ守備はどうだったんだ。ひょっこ小僧に抜かりなしよ。次の日から近所の貧乏人たちが突然裕福になったらしいぜ。はは、そいつはざまあねえな。ああ、ざまあねえといえばこの話があってな。噂話は途切れることなく延々と続いている。思いがけず有益な噂話が聞けてしまった。侮れないな女優。カウンや大黒屋の黒い噂か。なんか気にかかるな。風呂からたらこれについて詳しく調べてみよう。ということで、やっと、やっと濁流口に行けますね。この低い門みたいなもん、ザクロ口だっけ。この向こうが湯船だったよな。どうしよう、そろそろ湯に浸かることにしようかな。浸かります。噂話を聞きたし、もういいよな。そろそろ湯に浸かるとしよう。誰か他のお客さんが来る前にさっさと上がっちゃいたいし。他にここに来るって言ったら同じ同心の人ってことは、未来くんが同心じゃないってバレちゃうからね。はあ、気持ちいいな。誰もいないお風呂最高。ってあんまりくつろいでる場合でもないか。これから閉めなきゃいけないこともあるしな。おときちゃんを外で待たせてるわけだし。ん？洗い場の方から物音が聞こえる。まっか。うわっ、人がいると思ったら、ずい珍しいお客さんね。いや、そのこれは、誤解されるとまずい。大胆なのぞきさん。私の名前はおたま。よろしくね。のぞきって。これは、さすがに勘違いがすごいぞ。こんなこと入ってるわけないじゃん、のぞきが。一刻も早く事情を説明しないと。まあ珍しくなんか、新しい女性キャラが増えてきたので、新キャラとお話ししましょう。女湯にいる理由。僕は別に女湯のぞきとかそういうのではなくてですね。へえ、それじゃ何なの？信じてもらえないかもしれないけど、南町奉行所の同心なんです。嘘だけどね。奉行所の同心？八丁堀の旦那が女湯の湯船で何をしてるっていうの？いや、だから、その…噂話を聞いてたんですよ、男湯から聞こえてくる。ほら、役人が風呂に入っていくとみんな噂話をやめるでしょ？だからここの風呂屋のご主人が気を利かせてくれたんです。そうなんだ。本当なら筋は通ってるわね。本当ですって。曲げも言ってないあなたが奉行所の同心だって？それは。いやね、冗談よ冗談。最初から知ってたわよ私。え？だって脱衣所に同心の羽織と刀が置いてあったもの。あんなものを身につける女の人は見たことないわ私。それに磐梯さんが自慢げに説明してくれたからね。なんだ、知ってたんですか。
でも大変なのね、同心って。そんな仕事もあるんだ。あ、いや別に。で、ごめんなさい、僕もう上がりますね。遅い、反応が遅い。ずっと見てたよね。あら、そんなに急いで上がらなくてもいいじゃないの。どうせよそのゆやじゃ男も女も一緒に入ってるんだし。そうらしいけど、未来君はちょっとあれじゃないかな。でも八丁堀の旦那とお会いする機会なんてめったにないんだからね。もう少しお話ししませんこと。僕はまだからかわれているんだろうか。とりあえず話しましょう。おたまのこと。あら、私のこと。そんなこと聞いてどうするの。八丁堀の旦那お得意の事件の取り調べかしら。いや別にそういう意味じゃなくてですね。私は別に構わないけどね。それより旦那の名前を教えていただけませんと。私だけが名乗るなんて不公平よ。すみません。あ、ごめん、飛ばしちゃった。すみませんって飛ばしちゃった。名乗ったのかな。すみません、すみません、間違っておっしゃったかもしれない。天道の旦那ね。ちゃんと覚えたわ。それじゃあ私の話ね。何を話すかしら。ねえ、私いくつに見える。江戸でも定番なのかこの質問。そうですね、おたまさんの年齢は。年出そうじゃないんですけど、未来君よりは年上っぽく見えるので二十歳でどうだ。二十歳ぐらいですか。ああ、さすがは同心ね。立派な観察眼をお持ちのようで。でも女性の年齢は少しくらい低く表現する方がいいと思うわよ。つまり二十歳でぴったりだったと。真実がいつも最適な答えだとは限らないものね。正解はその通り、二十歳よ。年相応の見た目っていうことかしら。そのごめんなさい、若く言ってあげられなくて。なんて、あんまり気にしない方がいいわよ。それからそうね、次は私の仕事のことかしら。私の仕事はいわゆる職人ってことになるのかな。今日も一仕事終えてこうしてお湯に浸かりに来たわけよ。職人さんですか。女の職人は珍しいからね。いろいろと気苦労も多いのよ。それよりも私はあなたの話の方が聞きたいな。もうまた押しちゃった、読まずに。僕のって書いてあったのに。今日はどんな事件を調べてるの。わざわざ女湯に女風呂に入ってまでいい噂は聞けた。それはまた押してしまった。距離が近いよって書いてあったのに。本当にすいません。海鮮丼屋の噂話について話したいところなんですけど、録画時間が長くなってしまうので、あとグダグダすぎるので、なんか今回のパート本当にグダグダ。ここら辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回は引き続き新キャラのおたまさんとお話ししていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。それでは。